歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします。僕がもう本当に苦手で、全然わからないローマ帝国、ここはね、なんかいやだってね、日本だってテルマエロマエっていうあの映画が大ヒットしたわけじゃない。あれ考えた人本当映画もう顔の濃い役者さんばっかりでしょもう阿部寛中であれだけでちょっと笑っちゃったんですよ僕いやでもみんな顔の濃い人ばっかり集めて映画撮ったっていう、あれも本当もう、まあ、元々は漫画で、なんか山崎真理さんと対談なさったんですよね、先生。ちょっと10年前にテルマエロマエが封切られる時、これはそのテルマエロマエという漫画なんですけどね、でこれを持って、でその映画の封切りに合わせて、当時ね山崎真理さんシカゴ住んでらっしゃって、で日本にまあちょっと来られて取材日が一日あったんですよ、でそれで行ったんですけどね、で朝から晩までなんか取材ずくめだったんですよ、ただその取材人がみんながローマの歴史とか知らんわけですよ最後に、まあ、ローマの歴史知ってる人間出てきて、いや本当ね30分しか時間なかったのに1時間半まあだから実はこのテルマエロマエっていう漫画が何が面白いかって言ったら、あのローマの実はなんだかんだの山崎真理さんがローマ帝国とかあの歴史の中での生活の面白さとかをちゃんとあの知って書いてるから面白いんですよ。正確なんです。単純にタイムスリップしてっていうところじゃなくて、タイムスリップしたローマ帝国っていうのが、あの今現代社会とほぼ同じような感じで人間が暮らしてたんだっていうところに気づいて、こう着想を得て書いてらっしゃいますよね。感動しましたね。で結局その1時間半喋って、まあ意気投合して、そしたらねサインまでしてくれてほら、またコレクションが一つ増えたんで、もう喜んじゃめっちゃ嬉しかったの。喜んじゃってる。いやだからローマ帝国って僕も全然知らないんですけど、まあだからこの現代に生きる私たちと同じような感覚だったりセンスだったり人間関係だったりで悩みながら、あの2000年ぐらい前の人たちが暮らしてたってことですよね。実際そうですね。あの時代の人たちって都市が築かれて、本当にもう同じような感じのことで悩んで、同じような感じのことでああだこうだやってるっていう、ローマ帝国っていうのは、何年前ですか。まあ広大な領土を持つようになったのはやっぱり2000年ぐらい前ですね。でもローマ帝国っていうぐらいですから、今のイタリアのローマから発祥してるわけです。ちょっと地図を見せますとね、まあ、これイタリア半島で、上の方のね、ぐちゃぐちゃっとした線は今の国境線です。でまあイタリア半島ね、でローマがちょうどまあ中部かな、で日本と同じようにね、山地がすごく多くて平地が少ないんですよ。山が多いってことですね。でこのローマのあたりは比較的その、まあ、平地が多くて、作ったのがラテン人と言われる人たち。でラテンってどういう意味かというとね、ラテン語にラティウムあるいはラタスという言葉があって、これあの広大な平べったいとそういう意味なんですよ。あ、じゃあそういうところに住んでる人たちっていうことですか。そうですね。ローマをね本拠地にしているラツィオという、ラツィオってそういう意味ですか。だから平野に、平野に住んでる連中って言うんです。あのシメオネがいた。うわ、いやだからね、もう実際ねサッカーが好きな人はね、今あの反応したかもしれませんけれども、中田英寿とかトッティとかがねいて、あのまあいわゆる優勝したんで、あの頃ね、うわローマっていうチームっていうふうに思ってる人多かったかもしれませんけれども、ラツィオの方がどちらかというとこうね、そうですね、あのローマのチームっていう感じがしますよね。そう、あそこまでミハイロビッチっていうねフリーキックの名刺がおって、いやこれ今ボローニャの監督ですから、あの富安がいる富安選手のもうサッカーも好きだからえ、何年ぐらい前にそのローマっていう、一応ね世界史の教科書では、紀元前600年頃に、そのラテン人によって、都市国家ローマができたと言うんですね。で200年かかって他の都市を征服してイタリア半島を統一するわけですね。だいたいね、紀元前3世紀の半ばぐらい、そうね、中国だと戦国時代かな。
でそこの中から秦の始皇帝なんかが今から台頭するよと、はい、その直前ぐらいにローマはイタリア半島を統一するわけですよ。へ、さらにそれから200年間かけて、はい、今度は地中海世界の征服をするわけです。いやだからもうとんでもない広いあのところをあのこのローマっていう国が治めるんですよね。そうですね、広さが大体ね650万平方キロメートルと。でこれはちょうどねあの中国の秦とか漢の領土と大体一緒ぐらいです。で人口もね当時の中国がまあ5000万から6000万でローマも多分同じぐらいだったんだろう。ということは当時のあの、まあ、当時のっていうか今もそうかもしれませんけれども文化レベルで収められる大きさっていうのがこれぐらいが限界だったっていうのは考えられますよね。でその広大な領土をね、はい、統治するために政治システムをいろいろ考えたり、はい、あるいは法律を作ったり、はい、でこれは今のやっぱね政治にもやっぱ影響を与えてるんですよ。うわー2000年前のことが今に影響を与えてますか。与えてます。特にローマ、まあ、お話しますけどローマ法なんかそうですよね。ローマ法抜きにね今の世界の法律語れないですもん。だから2000年前の法律っていうのが、うん、あの今の基盤になってるってことですか。で、まあ、どこがすごいかっていう話なんですけどね、はい、それはまたいずれね、はい、でとりあえずね、まあ、順を追っていきましょうか、はい、都市国家ローマ、はい、まあ、さっき言ったように今から2600年ぐらい前にできるわけですね、はいはいはい、でどういうふうにできたかについてははっきりとよく分かりません。ただ伝説があって、はい、ローマの町の中にねカピトリーヌの丘っていうのがあってね、はい、まあ、ローマの町の真ん中なんですよ、はい、このカピトリーヌはちなみに言うとあの首都を意味する英語のキャピトル、この語源になってますね。へ、でそのカピトリーヌに住んでいたメス狼の乳を飲んだロムルスとレムス、はい、この兄弟その中の男のお兄ちゃんのレムルスの方が、はい、作ったと。ああロムルスですね、ごめんなさい、ロムルスの方が作ったと。じゃあちょっと日本の神話みたいな話、大体ねどこの地域にもそういう話はありますね。あそうですか、うん、まあこれは民を治めるためにっていうところはあったりするんですよね。やっぱり権力の正当性を何がしかの物語、ね、物語にして皆さん納得してもらうと、ね、ということですよね、はい、でまあ先言ったように都市国家ですからもう天なんですよね、はい、でこれが200年かけて全イタリアを支配するわけ、はあ、でまあ喧嘩強かったわけですよ。ということですよね、うん、まずはで喧嘩の強さの基盤は何かというと、まあ、ローマは、まあ、2種類の軍隊がいて、はい、一つは騎馬軍団、はい、もう一つは歩兵部隊で、まあ、これはね古代ローマもギリシャもそうなんですけども大体金持ち、はい、まあ、イタリアはあの農業社会なんで金持ち言ったら大土地所有者なんですよね、はい、大土地所有者はお金に余裕があるんで馬に乗って戦争に生かしてあるわけですよ、はい、でちなみにあのローマの貴族のことをパトリキと言って、はい、これ英語のパトリオット、愛国者という言葉の語源になってる。なんでそうかというと、もともとお金に余裕がある彼らが馬に乗ったり武器を持ったり、はい、当時の、ね、軍隊って義務兵役制なんですね。なるほどなるほど。あんたローマの市民だろう、はい、じゃあローマ守るために地位流せよ、はい、でお金を払ってもらうわけじゃないんですね、はい、だから戦争という、まあ、戦争に行ってローマを守るという義務、これを果たすための武器って自分で調達せんねんか。うん、だから貧乏な連中でできなかった。なるほどなるほど。で金持ちの貴族だけが戦争に行ってて、はい、国を守ってる、はい、あいつら愛国的だよねっていう感覚になる、はいはいはい、一方の、まあ、平民と言われるやや貧乏な人たち、はい、さっき言ったようにあのローマイタリアって農業社会なんで、はい、平民のほとんどは、まあ、そこそこの土地を持って生きている農民なんです。なるほどなるほど、まあ、基本的には家族単位で土地を耕して生きていってる、はい、でこの人たちも商工業の発展によってね武器の値段が下がっちゃったんで、俺ら貴族みたいに馬に乗っては戦争行けないけどそれなりの武器を持って戦争に行けるよねと。で彼らどうするかというとヘルメットかぶって盾を持って槍を持って戦場に行くわけですね。俺たちもローマを守るために頑張るぜと。ただ歩兵なんで、はい、一人で突っ込んでいってもダメじゃないですか。いやというかその時にもう大量に作るようなシステムが できてます。できます。へえ、これもうギリシャの時代にも、でもうだいたい紀元前7世紀ぐらいからでき始めてるんです。そうなんですね、はいはい、いや特にね、はい、ヨーロッパって、はい、基本貧しいんで、はい、戦争が多発するんですよ。少ない食べ物巡って。あ、はいはい、だから、はいはい、あの平和に生きてればみんなが食えるよねっていうアジアみたいなやわな世界じゃないんですね、まあ、もちろんアジアにも戦争あるけど、
ヨーロッパね本当に美味しいんですよ。だから今食ってるやつをやっつけて取らないと生きていけないと。だから貧しいところほどやっぱり戦争が多発をして喧嘩が強くなっていく。で先ほど言ったようにその平民と言われる、まあ、ちなみに平民のことをラテン語でプレブスと言いまして、はいはい、これパブリックの語源になってますね。うわーそうですか。でこの連中が歩兵として戦争に行くわけです、はい、で一人じゃダメなんで密集体系を組んでいくわけ、はい、でそこでこう連帯意識も生まれていくわけですね。で戦争に勝つとどうなるかというと、その戦争に勝った自分は活躍したという証拠がいるじゃないですか、はい、だから自分が打ち破った、まあ、日本だったら首持ってくるけども、はい、首持っていくのはやっぱ不潔なんで、うん、不衛生なんで、敵が被っていた兜あるいは鎧、うん、あるいは盾、そういったものを持ってぶんどってきたよと、うん、敵をやっつけたよと、うん、ちなみにこれギリシャからこの風習を始めるらしいんですよ。ああそうなんですか。木にね、はい、自分がやっつけたその敵兵の、はいはい、鎧とかね、そういったものをぶら下げて帰ってくると、はい、これがトロフィーの起源になった。そうなんですか。でローマの場合も、はい、トロフィーだったり、はい、あるいはやっぱり武器の中で一番大事なのは自分の身を守る盾なんです、はいはい、だから盾を取られる相手に、これものすごく不明だったらしい。で盾に乗って帰るっていうのは戦死して帰ることなんですけどね、それは大きな名誉であると。だからセリアで優勝すると、あ、スクデットってあれ盾ですよね。あ、そういうことですか。あのスクドゥスというね大きな盾があって、はい、それをちっちゃくシンボライズしたものがスクデット、うん、小さな盾。あ、だからロシアの、あ、イタリアのその優勝、サッカーの話じゃないですついついね。いやいや、あの2回目も多分こういうあの三分的なお話になりますけれども、あのローマ帝国のすごかったことをいっぱい話していきます。皆さん頑張れ